YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はコンテンツ ID に関する異議申し立てを数時間で取り下げについてお話をしたいと思います。前回の動画でコンテンツ ID に関する異議申し立てを行いました。その理由と説明を簡単にお話をしたいと思います。理由の選択肢に、該当するものがないんですね。ですんで、いつも、この動画は私のオリジナルコンテンツで、私がすべての権利を所有していますを選択しています。まあ、この選択する理由というのが、自分で撮影して、自分で動画を編集して、そして自分で YouTube にアップロードしているということを主張するために、選択しています。そして説明では、平成24年、6月に公布されました、著作権法第30条の2に該当するということを書いています。そのことを YouTube を通してコンテンツ所有者に通知をします。ほとんどの場合、30日間の回答期限ギリギリに回答が来ますが、今回は、なんと数時間で取り下げが来ました。その通知はね、来ないことが多いので、YouTube 利用者が、自ら確認をします。確認をしますと、該当する動画は元の状態に戻っています。また、該当する動画を収益化することもできます。では実際に確認してみたいと思います。クリエイターツールのダッシュボードの画面です。左側、動画の管理をクリックします。はい、著作権情報をクリックします。はい、著作権情報の画面に切り替わりましたが、動画が見つかりませんでしたと表示されています。また、該当する動画の収益受け取りもできています。はい、ここで、確認してほしい点なんですが、コンテンツ所有者によって対応は違います。まあ、通常はね、30日ギリギリいっぱい待って回答するところがほとんどです。まあ、逆にそう考えると、すぐに取り下げるところっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうことも考えられます。私の過去の動画に、そういったことを取り上げていますんで、確認してみてください。今回はコンテンツ ID に関する異議申し立てを数時間で取り下げについてお話をしました。それでは失礼します。